アーザムジャーは、インドのデカン地方、ニザームハン王国の王太子、ベラール公とも呼ばれる。本名は、ヒマーヤとアリーハーン。ヒのオスマン帝国王女、デュルルシェフバル、その父、オスマン帝国最後のカリフ・アブデュルメジト二世と1907年2月21日、ニザームハン王国の君主ウスマーン・アリーハーンの、長男として、ハイダラーバードで生まれた。母は、 ドゥルハーン・パシャ・ベーグム。1911年9月18日、不王が退官したことにより、王太子に任命される。1931年11月14日、オスマン帝国の巫女で、イスラーム世界最後のカリフの娘でもある、デュルルシェフ・バルスルタンと、南仏のニースで結婚した。デュルルシェフ・バルスルタンと、仲は、とてもよく、二人の息子にも恵まれた。 1936年11月13日、ベラール公の称号を授けられる。1948年9月、反王国がポロ作戦により、インド共和国へと併合されると、父は退位せねばならず、アーザムジャーも同時に王太子の地位を失った。1970年10月9日、ハイダラーバードで死亡した。ありがとうございます。